今回はみんなでマイクラ建築しりとり、しりとり成功した方の勝ちゲームやっていきたいと思います。まとまりが悪い。全て理解しました今の説明で。すごい。全然理解した。すごい。まあ、今からね、まあ、4人2チームに分かって、まあ、しりとりをねしていこうかなと思うんですけど、今回は初めと最後の、はい、文字を、まあらかじめ決めて、ニュートニョー、その間をしりとりになるようにこうみんなでねこう建築をねしてもらうんですけ ど、チームに分かれてね。なるほど。ただその、建築中しりとりの相談はなしです。なるほど。思うまましりとりを、なるほど、味方はこれを作ってくるだろうという予想して、まあ、建築をして、まあ、最終的にまあ、しりとりがうまくつながってた方の勝ちにしようかなと。なるほどなるほど。いう感じ。なるほど。はい。建築時間はね、まああまり長くても、俺らそこまで、なんだろう、建築多分そんなに長くやってもって感じなんで、制限時間5分で1回。ナイス。もう全員同時。全員同時の5分。うん。ね、絶対そっちがいい。で、チームは、赤チームが。気持ちいい。僕たちチーム、カマキリカマキリカマキリらしいです。山荘級だね。で、青が僕たちチーム、砲丸はるたく、こむゆうですね。で、やっていきたいなと思います。で、はじめの文字は、まあ、まずははじめと終わり、手っ取り早く、まあ、メントリのリから始まってメメントリのメで終わる感じで、まあ、ループさせる。なるほど。なるほど。一番がいいな。一番いや大事よな。一番は分かりやすいの。後につなげるやつ。はい、ああそうね。一番がいいな。でホタロウだからやっぱ一番がいい。なるほど。急走山が何作るかなんて予想できるわけがない。はい、じゃあ5分いきます。よーいスタート。5分か、それも考えてた。あ、待って、やば。ちょ、下ネタあり？なんで下ネタに走る？逆に下ネタありにした方がみんな予測しやすいということであればありなんで。なるほど。ああ、なるほど。いや、大変だ。下ネタありか。別にそれでわかるかって言われたら、なんとも言えない。いや待って、待って。俺は山田のために作るとかしねえから。これ地味に小麦くん4番目いったけど、結構だよ、4番目。結構むずいって。ナチュラルに4番目いってたけど、あなた結構大役よ。わかんねえ、わかんねえけど、そっから始まって、そっから終わる言葉がなくね？そんな言葉あるの？そうか、日本語出てこないって可能性が。そうだ、語彙力伸ばしたいマンだったこいつ。どんな感じでやればいいんだ？シンプルに建築が下手なのは許してほしいから。ちょっと待って、マジでさ、出てこへんねんけど、普通に思ったんや。一番の人はね、まあ、本当に感性のままにやるしかない。まあ、一番が感性のままにやるっつってるんで、俺はそれに従うのみです。うん、そう、じゃあ普通にまず Q は、オーソドックスに普通のしりとりをしてるんで、あいつだけ。あいつはね。あとは俺らがそれ合わせればいいだけだから。なるほど。これもうそういうヒントも言っちゃってっていいのかな。ちょっとまああれぐらいならセーフ。あれぐらいならじゃあ、まあ、俺は多分目なんて考えてても多分しょうがないのね。俺は2番目だから俺も普通にしりとりする。確かに。なるほど。タクパン優しく、あでも無理だな、無理だな。そのさ、タクコムのあれだよ、もうこれ。マジで、じゃあ、わかるんよ。多分、なんとなく作るのわかるんだけど、目に終わるやつが、マジでやべえ。むずいよないかな。いやー、ちょっとバランス悪い、この、うん。何か。言えない。言えないね。これ来たんちゃう？完璧だわ、もう。なんかうちの小麦来てるな。あ待ってこれむずい。待って、ああもう終わった。来てなかった。もう無理だ。完璧だ。来てないや。ゆまくもう終わった。こんなブロックだったのか。簡単そうだなお前の。絶対簡単やん。わかんもん。俺それは。簡単ってことは？ってことはね。でもそっからのトントントンのトンやからもう終わった。トントントンのトン。トントントンのトン。なんかこじつけあり、芸術を指定するもん。こじつけあとからこの建造物は何々ですってその前の人の見て。それすごいもうせこすぎんすか。いや違う、もう自分でも頭の中でもうあるある。あこれ建築のクオリティはちなみに関係あるんですか？なんか
関係ないんじゃない。建築のクオリティはまあなんだろう、それなりに伝わればって感じかな。いやじゃ あ, あまりにもひどいやつはもうあれなんだ。もうあまりにもいやこれはそうはならんやろってなったら、じゃあこっちダメだけど。勝ったわ。あと1分でーす。あやば。ちょっとあと1分やばいやばいやばい。いやー完璧うまうますぎ。やばい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 。えあと何分何分何秒何秒。あやばいもうあと10秒とかじゃない。6 5 ごめん、ちょっと分かった。4 3 2 1さすがに分かるだろ、俺は。はい、終了でーす。あ、やっぱ消した、変になっちゃった。あ、俺逆にした方がよかった、なんか意味わかんない。初めから見てく、じゃあ、どっちかのチーム。あ、じゃあそっちのチームから見たいわ。流れ、なるほどね。いや、俺ごめん、ほんまに。いやー、そっち行くぞ。デフォ太郎だから。俺もでも、あ、デフォ太郎だ。あー、デフォ太郎。デフォ太郎だから、ここは分かってた、俺も。まずメメントリのリで、でリでこれがリンゴで、チーム方眼の最初はいやリンゴらしい。これはリンゴだわ。これリンゴだ。よし、次俺の対策。うまいよね。あうまいうまいうまい。フレンド。ほら。ゴリラマジ。ゴリラゴリラ。いやリンゴゴリラですよね。だから普通にしりとりするっつって。マジ。いや5分で無理かなって思っちゃった。え怪しいこと言ってね。なんかえうちの3番目。ん？おっと。えこんなもん分かってたよ。デフォルトじゃん。ね、いやなんかデフォルト2個ぐらいあるじゃん。ゴマとか。そう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 。これ何？何？枕じゃない？これ何？枕じゃない？いや初め一瞬窓作ってたんだけどちょっと待ってドア無理だ。ああそういうことか。ゴマ。枕にしたんだよ。枕なんだ。ラから始まって目で終わるものってことじゃあ次が。俺ラッパーと思ってパーから目ってどうなんでしょうって。パーから目きつくねって思ったの。これ何ですか。悲しい生命体。これはあのもうこじつけでパールの目って。エンダーアイよね。あ頑張って作ろうとしたけど、まあ、これはまあ失敗ですかね。いやーこれは大失敗です。これは、まあ、ちょ俺も先般ですけど。いや小麦は多分さ3番目で結構いいパスが飛んでくると予想してラメとか作ればよかったんで多分。確かにラーメンね。いやラーメンむずいな。でもタクパンは多分その想定で枕作ったんじゃない。うん、その想定で枕。あ優しさくれたんや一応。そうそうそう。いやこれこっちのチーム勝ったくね。いやおちいこ手応えしかないよね。すげえ。なんかさ、これは何？ iPhone。iPhone。Apple になっちゃうから。Apple。ああそういうこと。これ Apple だね。これは Apple。こっちです。こっちがメイン。こっちが。でも大きさ的にこっち身長高いよ。まあ多分体積こっちの方があるけど。じゃあまあリンゴってことね。一緒は一緒。一緒。おおすごい。これすごい。おおすごい。すごい。これはゴリラだ。今日そう。これゴリラじゃないよ。え、違うの？これ目とかここゴマっぽくない？え、これ作ったん誰？山田くんやろ。俺あ、歌はびっくりした。いや、やばいな。僕も行けないし。あ、うまい、ゴマよっぽ。また、じゃあラで繋げようとしたんですね。あかん。やめて。何ですか、これは。何ですか。せめ、こっちからもお願いしたい。こじつけてくれ、これは。ラッパとかなんか。ラッパ？まあ、ラッパの吹き口みたいなね、これがね。あ、吹き口をすごい。あ、吹き口をすごい。あ、なんか女の子とかこうやって装飾とかするんですかね、なんかね。これは、もうです。もうね、大モザイク案件なんだけど。モザイクすぎるわ。最後はな、最後。なんで最後は地面に置くの、二人とか。それ。何これ。これは何ですか、これは。爪ですね。何予想だったんだ。何が釣る予想だったんだ。何が釣る。そう、パンツ予想だったんだけど、あ、そういえばパンツって四つ目で言うじゃん。一人足んなくて、あ、そういえばって思って。何やってんの。お前も企画の趣旨理解してへん時点で。これ、こじつけで言ったら米に見えるけどね。無理だろ。こんなでかいな。うん、まあでも、そうか、米だったらいけたのか。まあでも、いいだこれ、米だ。いやでも一個前か。確かに米っぽく見えてきたわ急に。いやいやいや。爪って言ってんじゃん。一個前で終わってんだよな、それでも。確かにね。お前一個前が終わりだけどこれは始まりだぞ一応。じゃあお前歌くんの努力を返せよお前。マジで歌くんうまいな。うまい。ゴリラだと。すごいな。5分でこれやばい。MVP で俺らの勝ちでいいんじゃないこれ。確かに。
大失敗だろ。コンプラ、お互いコンプラはもうアウトなんや。2個目まではまあお互い2個目はね、そうそう、まあ、おもんなお気に入ったやつだけが成功してリンゴゴリラとか別に価値ないぞ。やんないよな一緒ね。この後がひどすぎるね、まあ、でちょっと1回これでもこれ壊す